赤い線、青い線、全裸黒線。声優さんの声に笑うって思うわ。全裸黒線。皆さんどうもこんにちは、どうもです。さて今回も引き続いてスパイファミリーの第2話を見ていきたいと思います。前回のスパイファミリーはオープニングとエンディングにむちゃくちゃ大感動しました。そしてスパイファミリーの第2クールが始まって、アーニャ、ヨルさん、ロイドに会えて久しぶりって興奮してましたね。今回からのお話は新キャラであるワンちゃんが活躍して次元爆弾を解除することができるのかっていうようなストーリーですね。それでは早速見ていきたいと思います。スパイファミリー第2話です。 GO! お頼みのチャンネル、いきますよ。3、2、1、よっ。あんにゃー。そう、前回ヨルさんが危機の場面にやっとたどり着いてアーニャを救うというようなシーンから始まりました。いやー、ヨルさん強すぎる。許しませんよ、変態誘拐犯さん。アーニャさんに結婚はまだ早いです。私でさえ今年したのです。かわいい。ヨルさん照れてる。オープニングです。絶対これはスキップできひんオープニングやな。見れば見るほどいい。ちょっとなんか黒い暗い感じもあるのもいいよね。そういえばさ、ツイッターで見てんけどさ、このオープニング映像のさ、このオープニング映像に公演のシーンが出てくんねんけど、その公演が実は東京にある石神公園、石神公園って読むんかなっていう公園がその聖地っていうのを聞いたことがあって、ちょっと待ってな、出てきた、シーンが出てきたら言うわ。あ、ここここここ、あ、違うわ。あ、かっこいい。まだ出てこやんか、これから。あ、ここここ、このシーン、このね、これから秋になるからね、ぜひね、聖地巡礼に行きたいなと思っております。スパイファミリーのね。はい、ということで見終わりました。見終わってない、あのオープニングが終わりました。はい、始まります。アーニャ泣いてる。アーニャ怖かった。もう大丈夫ですよ、おかん。あの女の喉笛を噛み砕け。いや無理でしょう。ヨルさん激怖。人が集まってきたぞ、どうする。こいて飼い犬、てめえ、あ、虐待や、勝手にしろ、ワンちゃんかわいそう。そうだね、アーニャさんをほったらかしにしてはダメだよ。アーニャかわいそうじゃん、アーニャのために残ってあげて。ナイス判断、おかん。しっかり拘束するね、ヨルさん、えらいえらい。犬さん大丈夫？助けてくれたんだよね。テロリストと爆弾ワンちゃん。爆弾はないけど、うん、ないけど、この犬さんアーニャのこと助けてくれた。アーニャさんが無事でよかった、間違いない。あーにゃ、反省してる。うん、そうだよ。でも無事でよかった。帰ったらお説教ですからね。ほふ。ほふ。あーにゃさん、見た目を覚えてますか？悪い人の見た目。
通報してんな、うまいこと。通りすがりの人妻が犯人をゲットできるってすげえな。お前また見た、お前また未来見てる。え、そんな未来、ロイドがいなくなる未来が見えた。これどこ、爆発。え、ロイドが死んじゃう。え、やばいやん。父、ちょっ、東と西の戦争が始まっちゃう未来になっちゃうってこと？未来の出来事？あふ。未来大変、父死んで平和が終了。父爆発で死ぬ未来。それを回避するために。未来は頑張ったら変えられる？お前まだ走れる。ポフ。すげえ嘘やな。トイレットペーパー届けてくる、父のために。それって信じるんか、ゆるさんは。ヨルさんもアーニャを追いかける。またアーニャ見失ってる。さて、これからロイドが死んでしまう、爆発の被害に被ってしまうかもしれない未来をどう改変していくのか、アーニャの頑張り次第ですな。おお、でも爆薬の回収は頑張ってるやん。ねえ、メンバー全員というかほとんど確保されてるし。主犯のキースだけゲットできてない感じか。やるしかない、たとえ一息りでも。鉄よ。テロリストも一筋縄ではいかんな。シルビアさん、現場に到着。シルビアさん、ロイドも到着。シルビアさんヒールが歯に。
シルビアさん怖え。大学では戦争を学ばなかったようだな、大家たち。戦争は起こっちゃいけないのよ。キース飽きらへんやつやな。豚どもが全員吹き飛ばしてやるっつってたけど。黄昏、最も確率の高そうな B1 をよろしく頼むって。戦争はもううんざりだ。さて、アーニャどうする？その爆弾をどう解除すんの？父が死んじゃう未来を回避するために。時計のとこついた。ワンコ疲れとんな。疲れ方が人間のそれ。アニャ頭いいやん、逆算して。アーニャ時計読めない。アーニャ頭良かったけど。あの時計がゴーンするまであと何本ですか？そこは賢い。あと30分後に父が死んじゃう。30分って何分？アイヌしっかり勉強しようね。ワンコ。なあ、悪者の悪者、悪者のボス。爆弾だ。見つかった。見逃してくれるのか。はあ。あ、アーニャ、人の心読めるから。うまく作動してくれよ、俺の即席トラップ。爆発、部屋に入ってきた瞬間バコンってことか。残り7分残り15分だよ、アーニャ。とにかく急げ。でもアーニャ大丈夫？ドア開けた瞬間バコンってならへん？時限爆弾を解除せよってことやけどさ、アーニャできる？一人で。そうだよ、そうだよ、ドア開けたらドカンするよ。そうだよ。どうやって解除する？10階まだから入れそう？
バフン。どうするアニャ。あ、すごい。手袋して。手袋してしっかり。すごい。爆弾どうやってでも解除する？やんな。どうやんの？テレビだと赤い線、青い線、止まる。全部クロス。声優さんの声に笑ってまうわ。全部黒い線。あれ悩んでる。どうする。うん。え？トマトケチャップ？何を考えたんや、アニャ。ノーノーボム。逆に動物に出すと草。ダイイングメッセージやった今の。ダイイングメッセージって死ぬ間際のメッセージじゃなかったっけ。ダイイングメッセージって言うのそれ。爆発。しない。よかった。爆発の未来は食い止められた。あ、よかったよかった。ルイトさんがおった。ユナ回復したよな。未来父戻った。嫌な予感が。何かのメッセージかもしれません。ユナは禁物です。ロイドよくやった。扉をかふと起爆する。この警告は誰が。キスは見つからずやけど、爆弾が起こらんかったのは良かったね。あとは大臣を守るのがミッションやな。およ、ユーリがいるじゃん。ユーリがいるじゃん。かわいいな、ユーリ。睨んでる？ワイズって多分、ロイドの子たちやんな。あ、情報局のものです。もしかしてさ、この大臣が、ロイドじゃない？これロイドやんな、多分。じゃない？ロイド変装得意じゃん？私一人で運転していく。クレイジーすぎるやろ、大臣。君たちは帰ってよろしい。大臣、クレイジーやな。絶対ロイドやって、これ。そうですよね。敵をおびき寄せ作戦ですよね。大臣、真っ裸。追いはぎにあったぞ。
服を借ります。おいはぎ、キース、キースよく見て、パーキューン、銃撃戦が始まりましたよ。いやこれはキースもう勝ち目ないでしょう。え、爆弾投げんの？え、マジか、大爆発やないか。え、大丈夫おじさん。うわーきつー。目がいっちゃってるよ、キース。ゴー！起爆させてやるぜ。ロイド VS ワンコの戦い。プラス車もある。いや、動き俊敏すぎるやろ、大臣。西野大臣、すげえ。あのおっさん、どっかじゃないぞ。なんやろ、なんかシリアスなシーンやのに、ちょっとギャグっぽく見えてしまう。すまなかったな。お前らだって。ああ、ワンちゃんを殺しちゃうのか、ロイド。あ、終わった。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。エンディングみたいねんけど。エンディングみたい。オッケー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 。わー、面白かった。一瞬で終わった。わー、このエンディングマジで飛べへんわ。スキップできへん。中間やったね。すごいよかった。こんなめっちゃ美味しそうな料理あるやん。これ実際にさ、料理を作ってくれた人がおって、ほんまに実際にその料理を見ながら描いた作画みたいなんですよね。すごくないですか、作画勢の力の入れよう。はい、ということで見終わりました。次回のスパイファミリーはネクストミッション、新しい家族です。感想に行きたいと思います。はい、ということで見終わりましたスパイファミリー第2話でしたけれども、やっぱり面白いね、スパイファミリー。気づいたら終わってたもん。
今回のことでワンちゃんが未来がやめて、その未来を変えるために行動したら変えることができるっていうことが分かりましたね。次回は新しい家族ということでね、あのワンちゃんがホージャー家の一員になったりするんですかね。まあこの流れでは間違いなくなるでしょうね。いや、あのワンちゃんがロイド家の新しい家族になったらホージャー家最強すぎません？それではまた楽しみにスパイファミリーを見ていきたいと思います。また次のスパイファミリーでお会いしましょう。バイバーイ。